流れでさ、ちょっと体験入店、はい、体験入店してます。入店じゃないですよ。キャバ嬢じゃんか。完全な。入店じゃないですよ。体験入局だね、うん、入局。おう、うん、そっか、これ1週間、2週間ぐらいやって。そうだね。いいね。もみじまんじゅう。もみじまんじゅうみたいな。これ何なのこれ、もみじまんじゅう。差し入れみたいな。やっぱあれじゃないの B&B のファンなんじゃないのもみじまんじゅうね。そうね、うんうん。来てるということで。いいじゃん。で、水野と今横で並んでうちのね、まあ番組。はい。AD、水野が先輩 AD ということでね。そっか、初めての後輩ができるわけだ。なんかいい感じで今立ってるけど、うん、なんか声に落ちたりすればいいけどね。ね、なんかそういう AD 同士でいいじゃない、そういうのも。うん。どうでした？童貞だよ。知ってる？河野さん。隣にいる人ね。童貞だよ。隣にいる人。あれさ、童貞だよ。いいね、やっぱアイドルっぽくてね、顔を塞いで笑っちゃう感じだね。ね、その辺はちゃんとできてるね。だって、うん、河野さんだってさ、ずっとアイドルやってたってことは、はい、あれ、恋愛禁止だもんね、NMB はね。一応 NMB はそうなの？で、恋愛禁止でしょ？うん。だから誰とも付き合ったことないもんね、あの、やってる間は。やめてそれがいたった？やめて。少し。この春やめたの？あれ？ってことは、まあ、この春やめたってことはまだ、まあ、4、5ヶ月。4、5ヶ月？あ、でも反動でもういっぱいやってるから。やってない。反動だよ、反動。やってない。あの、今までの反動で。そう。バンパンやるらしいからね。バンパンやる。バンパンやる。それが反動だから。やめたら、だってやめたらこっちのもんだから。そうだよ。普通に考えたらね、だって、若い時からアイドルやってて、ね、うん、隣のやっぱ水野童貞だって笑ってるかもしれないけど、うん、基本的には処女でしょ？まあね、基本的にはそういう。基本的には男性経験ないはずなんだけど、でもやめてね、今大学生で。うん、そうだ。もう、うん。やりさに入ったんだっけ？入ってない。やりさ。入ってないです。やりさだよね、それはね。その大学にはやりさは存在するのかな？存在しない？ないの？あんのかね、よく AV とか見てるとやりさのなんか。あるあるある。やりさのやつあるけど。ないんだ。だから、いいけどね。二人ともこう、あんま、なんか、なんか男性経験、女性経験、ね、なさそうな二人だから、なんね、あれだったらいいけど。まあ、ない同士で。コロさんやっぱアイドルやってただけあってね、はい、やっぱり可愛いから、うん、そりゃ、ね、うんうんうん、もうそりゃもう、何遊びまくる。遊ぼうと思ったらいくらでも遊べるけど。まあ遊べるよ。それはそうだ。全然そのあれはない、反動は。反動なし。真面目にやってる。そうなの？うん、でもやっぱアイドルやってるといい男もたくさん来てるからね。こう、ほら、言い寄ってくるじゃん。共演してるしね。共演もさ、すごい、やっぱかっこいいイケメンの人ばっかりやん。ああ。そうなってやっぱこう見るのも難しいと思うんだよね。いや、でもやっぱ誠実さで。いや、見るのは天才っぽく見えるから大丈夫だよ。まあまあ、似合ってんだよ、こっから見ると。そうだよ。二人の。すごい似合って、いい二人だよ。だけど。いや、本当に。マジで。付き合ってもいいと思う。でも AD になるって、今、なりたいんだよね。AD になりたいっていうか、まあ、うん、ラジオ局の制作をやりたいってことじゃない、はい、別に AD になりたくて入ってるわけじゃないから。そうだよ。そりゃそうだよ。うん。でも、やっぱりこのジャンクの、まあ、AD になるっていうのはこういうことだから、うん、やっぱり、うん、まあ俺たちの、うん、まあ、命令は絶対だから。うん、やっぱりね、二、うん、人でデート、そりゃそうだよ。デートしてこいって言ったら死に行かなきゃいけないし。ね、これはやっぱり、あれだよ、うん。そういう現場だからね。うん。そういう世界なんだよね、これはね。申し訳ないけども。うん、NMB ね、やってても分かったでしょ？そういう世界もあるんだろうなっていうね。ね。近くみんなそうでしょ？近場にいる人たちって、そういう芸能界の。ね。そんなことない。そう。大体みんなそうなんだよ。だから、ね、うん、ちょうどいいよね。だから今この、どういう現場なのかなっていうのを確かめに来てるわけだよ。うん、ね。確かに。ね、うん、うん。びっくりしたんじゃん、TBS ラジオ来たら、本当にみんなオタクみたいなやつばっかで。ラジオだと。ああ、だってテレビばっか出てるわけでしょ、この人、ね。今まで現場テレビか。華やかな世界でずっとやってきて。いや、でも NMB だから、地方の、いわゆる、地元の。地元の大阪の番組もよく出てたってことでしょ。だから、あっちを見てるとそうでもないんじゃない？そうでもないのかな、大阪のテレビ？うん。うん。だって派手に遊んでるテレビの業界人なんて、今時そんなにいないでしょ。そんなにいないよね。うん。みんな真面目ですよね。本当？いないいない。この辺に絡んでる人たちみんなすごいんじゃないの？こういう。うん、こう AKB とか NAB とかさ。確かに AKB に絡んでるところは。もうやばいと思うよ。そうだな、
ろくな人間がいないもんな。いないよ。いろんな週刊誌探してたりするじゃないの。そうだな。関わってた人間ってさ。うん、そういうとこだから。まあでも、うん、こうやって偉いと思うよ、アイドルやってて、辞、うん、めて、就職したいって言って、うん、こんな可愛い子がラジオのね、制作やりたいって言ってくれたら、どのラジオ局だってみんな大歓迎だよ。うん、そう、ありがたい。これはありがたい、ありがたい。すごい嬉しいでしょ、みんな。ね。ほら、ね、みんなうなずいてるよ。うん。みんなほら、うなずくだけだけど、ちょっとね、やっぱり。ありがたいな、ね。ありがたいよね、うん。ありがたい。頑張ってね。うん。うん、頑張ってよ、うん。そうだ。よかったね、ほんとに。よかった、よかった。山ちゃん。そっから来て。そっか、山ちゃんね。うん。今日明日だけなのかね。じゃないよね。うん。どうしても仲良く。うん。まあ、やってほしいけどね。はい、はい。さあ、どうだ。どうだ、これで。そっか、今日は来て早速ね。あ、そっか。あれなんだね。そういうこと言うからメガネ引き女受けが悪いのかな。ん、女に対して。確かにさ、それはあるかもしれない。動きがね、ものすごい楽しそう女気だからな。うん、そういう意味ね。ラジオネーム、ディープ赤町。おい、おぎはぎ。元アイドルに何セクハラしてんだよ。うん。こじはるまいやに続いてまたアイドルファンを敵に回すのはやめとけよ。うん、もう、おぎはぎ怖えよ。いや、だってさ、しょうがないじゃない。だってそれはもう、こっちに入ってきちゃったんだから。そう。こっちの世界来てんだもん。そうだよ。こっちの世界入ってきちゃってんだから。もうそれはしょうがないんだよ。それはもういじられ、いじられちゃうよね。うん。うん、いいのいいの、それは。そういうこと言うとまた怒られるんだよね、女の子に。そう。そう。だからこのラジオは女の人の客も増やさなきゃいけない。うん、はいはいはい、うん。それはもう前からね、やっぱそれはね、うん、悩みがあったね。そう。うちの番組では。でもやっぱりさ、うん、いわゆる裏のライオンはさ、はい、当時から、これね、芸風を考えてほしいのよ。はい。やっぱり、うん、キャーキャー若い時からすごく言われてた人たちなんだよ。まあ、うん、すごかったよ。もう大人気。だって多分本当にアイドルだよね。そうでしょ。アイドル芸人の走りみたいな人じゃないかな。もともとそうだったんでしょ。まあ本人のいい人は。そう、別としてね。そして大阪の方でもものすごかったんだから。うん、うん、そうだよ。何者にで東京来て、うん、キャッ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 もうずっと来て、もうずっと若い頃から今までずっとだ。多分出待ちも女の子がいっぱいいた。うん、でもそこっていうのはもう出が違うんだと思う、俺は。はい。だから、うん、やっぱ無理なんで、俺たちお客、女の、ね、うん、お客さんが いなかったから。いなかった。出待ちも一人とかだもんね。そう、出待ち一人、うんうん。うん。そう。出待ちは一人って来ましたから。そう、うん。そうでしょ？そうなんですよ。でもやっぱりそこでもさ、諦めちゃいけないのよ。はい、うん。なるほどね。物が違うけど、はい、やっぱ女の子に対するこの人気っていうのはさ、うん、もうこれ、違うから。はい。でも俺人気あったんだけどな。どうや出が違うって言うけど、俺まず、一番最初はいわゆる、まあ、幼稚園だよね。幼稚園幼稚園おう、なんだ、そんな昔の話、うん、うん。全員俺のこと好きだった。あ、そう。あの、特に人気があるとかないとかっていう子いるじゃない。うん、もうそれレベルじゃない。全員。ね。わかる、でもそうだもんね、うん。全員が俺と結婚したいって言ってさ。幼稚園の時大体そう言うんだけどね。うん。でもそんな何人かじゃん。うん。全員。俺もまあでも、いるな。ほとんどだな。俺もほとんど全員なんだよね。全員じゃないとは思うんだけど、何人かは嫌いな人もやっぱいたと思うんだけど、でも結構9割ぐらいは、俺のこと好きだって。その2人が組んだおぎやはぎ。最強ですよね。これなんで女の子に人気がないのか、これわかんなくない？不思議じゃない？だって。もう出てたんです。バレンタインだってさ、すごいよ、数。うん。学生の頃。1個2個じゃない。そうだよ。レベルが違い、小学校レベルが違う。すごかったんだから。何十個。それがなんで芸人になってからもらえないわけ。おかしくない？